はい、どうもみなさん、こんにちは。荒田です。荒田のあらだ、スクールやってまいりました。いやー、ということでですね、さあやってまいりました。今回ですね、え、B ファーストオフィシャル TikTok からですね、ヒョンに届けということで、えー、りょうきくん、おー、りょうきくん、しゅんとくん、りゅうへいくん、そしてじゅうンんくんがですね、NCT リッチルのスティッカーを踊ってみたということで、これが話題のスティッカー、収録ボタンをよろしくお願いしますまさかのでございますよね。そのつながりからスティッカーいくんだっていう、うはうはでございます。<laughs> ってみたいと思います。レッツラ、ゴーズ Oh! da da da, da, da. Wow! Ah-ah-ah! ah 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 Oh! Oh! oh Eh! が止まらないですね伝わってくる伝わってくるああああスティッースティッカーの質感も素晴らしい「タータラタ,タタタタタたタ」「ラカスティッカーてかねジュアンくんも一緒に踊ってるところがまたナイスなんだよね「タタラタたタたタタタタタ

めちゃくちゃ多分、あのー、ゆうたくんの踊り見てんだろうなっていう感じがします。特徴のつかみ方がすごく。難しいんですよ、スティッカーって本当に。どういう振りっていう、その今まで通ったことのない、その、ニュアンスで踊っていかなきゃいけないっていうところがあったりとかするんで、この強めに踊っていくところ、緩く踊っていくところ、 その、ゆっくり踊っていく、その、うねる、ねる、ねるねーっていう、この、ふっって止まってからのこういうゆっくり動かす部分とか、ふっ、うーっと、みたいな、やることがね、多いの。大変なのよ。っていうところのニュアンスを、たくさんこうキャッチアップしていくと、それが全部伝わってくるというか、スティッカーしてる、すごく。 ちょっとこう体を折り込むようにして腰も入れなかった部分のクーってこう入っていくところとかこののこの肩の部分ですよね。って例えばそのヘンザップに入るところも結構強めに「タッタッタタっていう風に「タラララ」じゃなくて「タッタッタタ グッグッて落としていくこのちょっと力みの質感っていうんですかっていうところを設けてますよねしっかり踊り終わった後の表情とかも分かんないけどもう裕太君大好きっていうのが伝わってくる涼く君はうーんうーんたたたたたーあーいいですね

ああ,あ,あおーあ,あなるほど中で踊っていくのがすごくどん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 上達されてるなっていうふうに思いますねやっぱんかそのニュアンスの部分 音楽を、その、体に取り込んで、まあ、これって出力するというか、ドンカカッとかっていうのは、ドンカカッっていう風に取るわけですよね。だから、無音で見たとしても、ドンカカッっていうのが、聞こえてくるぐらいの、やっぱダンスをしていくっていうのが大事になってくるんですけども、そういうニュアンスが聞こえてくるようになってるっていうのが、めちゃめちゃこう、ジュノン君の中での成長のポイントかなっていう風に思いますね。ちょっと顔もスティッカーの部分で、こう、柔らかく入っていく部分とか、 ほうの部分のその抜き感とかその力抜くところやっぱりダンスに慣れてないとどこで抜いたらいいのかっていうのがわからないという一生懸命やることは結構できるんですけど逆に言うと抜き方っていうのが大事になってくるんですけどもそのどこで抜いたらいいかっていう部分とかどこで力入れたらいいのかっていう部分とかっていうのがすごくこう見えてきてるっていうところになりますよねだからね ここら辺の質感とかも、体重のやっぱ、サイズが大きい方なので、もう、何でしょうね。どんどん、どんどん前に前にその質感とか、自分の感じてる質感も含めてですけども、出せば出すほど映えるんですよね。やっぱりね。ここら辺の、ここって結構、あの、一番前半にあったダンスの振り付けよりも、少しリズムになるんですよ。 踊り方的に、タラタラタンタラタンタラタン、タタタタタンタタタンタタタン、ほほちょっと跳ねるアップテンポな雰囲気になってくるので、そのニュアンスどうって言うと、めちゃめちゃ出てるっていう。タタタタタタンタタタタンタタタン、はんはんはの部分で、ここ、肩がしっかりグーって上に上がってるじゃないですか。その声のタラララっていう伸びを取ってるわけですよね。 うん、ななななななっていう部分の、たら、一個足出してから、グって風に落ちるところまで。この姿勢に入るところまでの流れの素敵。この足ですね、踏み込み方。この外に両足い開きに行って、しっかり腰を落としてるところとか、戻るところのスピード感、クイックな感じ。すごいですね、ジュノン君。本当に。 今この世で一番ダンス成長してる人誰って言ったらジュノン君じゃないのっていうふうにねちょっと思っちゃいますよね。両陰君いきましょう。うま。うまなるほど。 本当に何でも踊れますね竜兵くんねやっぱニュアンスの出し方がめちゃくちゃうまいっていうその和樹さんがエロい踊り方をっていうお話されててあもうできますぜっていうもうとことんエロくできますっていうお話してたと思いますけどやっぱりスティッカーの中にもちょっとエロさを感じるスティッカーここの手を下ろすところの このちょっとした首の揺らし方がちょっと抜く部分分かってるんですよね。うーん、うまい。なななスティックは。これもぐるっと回った後に、こう来て、ガゴっていう風に一回はめ直すんですよ、龍平くん。っていうところの、その真ん中に軸を戻すっていう表現をあえて結構 大きめに取っていういうかなななーっていう風になななー真ん中にガクって戻るじゃないですかこれねその通りなんですよ後ろのしゅんとくんとかもなってるんですけどそれがねめっちゃうまいニュアンスなんですよねでここの投げ方の緩さも素敵すごく素敵ここののりも素敵抜いてるんですよねちょっとねああ <laughs> あの手元と上半身がちゃんとこう離れていく引っ張り合ってるのこっちなんですよ手元だけでいくんじゃなくて上半身部分も使ってこう振っていくからかっこよくてこの後の「あー」の部分で肩上がりながらちょっとギリギリまで貯めてから「ほう」にジャンプしにいくでこの右の肩の「ダダダー」 ターなんですよね。これはタラ,ラーじゃなくてタタターって最初の動き出しが遅くってゆっくりじわじわ上がってくるみたいなこの見せ方。タラタタタタタタここは足の上げ方も大事になってくるのでそのクイックに動かしていくっていうところの見せ方も完璧ですね。うん、まい。<laughs> うまい。からのラスト、シュンドムいきましょう。 うーん、うん、なるほどう,うまいうまいうまいおーおおうまいうまい瞬ゅくうまいわねー おなーなーなーっていう時に、やっぱりそのかかとの使い方がうまいんですよ。なので、ベタ足でどんどんってつくんじゃなくて、かかとで踏み込むっていう、ワン、ツー、スリー、フォーっていう、こう使っていくんですね。このあたりがもう、素敵です。Like a sticker, sticker. ちょっとやっぱり、あュ徳くんも抜きがうまい方じゃないですか。だからこういうところの滑らかさと、ふんわりさせていく質感がすんごく前に出ていて、 あのスティッカースティッカースティッカーっていうかはスティッカースティッカーこの人差し指同士のつながりがそんなに離れないぐらいのこのめくり方をしてるんですねスティッカースティッカーですね要するにシールですねタラタラ回した後のコンっていうふうに当ててスイッチングさせていくっていうストップをめちゃめちゃここふんふんふん 止めるんですよ。カコンって。カンって。竜平君の場合はちょっとググっていう風な、あの、揺らしというか、入れたんですけど、シュント君の場合はもうカンって当てて、そのまんまスイッチング。カーンっていう風に、この、これです。振り子の原理です。一個当たったら、動いてたやつはその場で止まって、次の方が動いていくって、こういうのスイッチングっていうんですよ。振り子でよく見るやつ。 で、これと同じで、ぐるっと回ってきた後に真ん中でカッて固まったら、当たった瞬間に次のところがカーンってふうに動き始めてるっていう、うまいんですよ、こういうところ。こっちか。うーん、うーん、うん、うん、ね、うん。ここの投げ方もかっこいいですね。たんたらた、たらたらた。 ちょっと歌ってるテイル君の声を聞きながらこうなってるところもいいですね。ララ足のステップのところで T シャツというかパンツをちょっと持ち上げるんですけど持ち上げる時の指元がこうなってるところここもまた押したい。 うまいなって思ったのは、ちょっとその上半身が引っ張られていくっていうニュアンスで持ってってるので、グッっていう風に全身でいくっていうか、ちょっと頭がこういう風に入っていくんですよ。これもやっぱだから表現力ですよね。ちょっとそのもたれかかるような、引っ張られていくような感覚で、ここは下にグッて体を落としていく。で、その落ちた後のストップが、はっか、あぁってな、ね、る、はーっていう風にしっかり止まって、 止まったことによって次どこが動くかってと肩が動いていくっていうこのやっぱりスイッチングになるんですよねこれをねさらってやってるんですよ非常に素晴らしいダンスこれはもう裕太君にも届いてるんですよ私し裕太君も本当に大満足なんじゃないですかね皆さんのコメントも見ていくとああ いいですね。ツアーの練習中に投稿してくれたんだねと。なるほどね。これはだから、シズニーの、ね、方も見てくださると思いますし、こうして、あのー、え、NCT のじゃスティッカーって見てみようっていう、ね、方もいらっしゃると思いますし、チーム間のこの交流があってこそ生まれてくるね、このケミストリー。大好き。<laughs> ということで、現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。つい。